県はワクチンの接種を促すため大規模接種センターでの接種対象年齢の上限をこれまでの30歳から39歳に引き上げますきのう開かれた県の対策本部会議で谷本知事は今月12日から 県の大規模接種センターで接種が受けられる年齢の上限をこれまでの30歳から39歳に引き上げることを明らかにしました予約の受け付けはきょうから始まります予約枠もこれまでは週7350人でしたが今月12日から週9600人に19日からは週1万1200人に拡大します また予約のキャンセルなどで残ってしまうワクチンを有効活用するため、空いた枠の接種に協力できる人も今日から募集しています。